s ューンとはニスモがプロデュースするアイテムの中でワインディングロードをメインステージに想定したカテゴリーだストリートでの快適性を損なわずにスポーティーな走行を楽しめることを目指して開発されているこの R32GTR はその s ューンのパーツによって ポテンンシャルを引き上げられたストトリーーーチューニングカーであるパワーユニットは NISMO のコンプリートエンジンである S1 が搭載されている RB26 をベースにカム、コンピューターなどを変更し r 3 4 g t r のターボチャージャーを組み合わせたものだマフラーも NISMO が誇る NE1 が装着されているツインターボの出口から集合部までの完全盗聴化を狙ったレイアウトでリアのデフケース前までデュアルパイプとなるそれにより低速トルクと高回転の伸びを両立させている最大出力は一般ユーザーが扱える上限と想定された400馬力をマークする。 しかし低回転域のトルクやピックアップでもノーマルを上回り扱いづらさはない合わせて駆動系も強化クラッチメカニカル LSDR34GTR 用の6速トランスミッションなどで強化されている引き上げられたパワーに対応させるためである乗り心地も重視したため サスペンンションはノーマル形状となる車高は若干低められスタビライザーも強化された曲がりにくいとされる GTR のハンドリングをより楽しいものにするために扱いやすい弱オーバーバステアーム類には全て強化ブッシュが組み込まれダイレクトな操作性も実現している。 ワークスならではのクオリティで手が加えられたこの R32GT-R は現代の技術でチューニングされることで現行モデルにも負けない魅力を保ち続けている。